じゃなくてね、格闘技ですから、大いに楽しんでください。ここまでご覧になって、宮本さん、はい、いかがですか、両選手の戦いぶり。そうですね、やっぱり小松選手のね、はい、迫力といいますか、気迫といいますかね、そういうものがものすごく出てますよね。なるほど、斉藤を抑えてますか。あ、ちょっと抑えてますね。いや、あるいは斉藤真知と長堀、この2人がですね、決勝で顔を合わせるんじゃないか、そういった出場性の高い今年の新人王決定トーナメントでありますが、まあ、番狂わせがあるとすれば小松美香と、そういうふうに見られております。その小松美香でありますが、確かに最近力をつけてまいりました。今日も完全に圧倒した試合ぶりであります。ちょっと斉藤真知苦しくなりました。あまりスタンディングの技が出ないんでね。